回は現在開催中の戦国ボンベコラボカードから主人公のボンベを紹介。2コスト武力7で特技復活2つ待ちの唯一のスペック。計略は式4で武力プラス4。復活時間マイナス20秒。撃破で敵上ダメ 4%。効果時間20カウント。2色デッキなら式溢れ出てる長い効果時間が活かしやすいし、3色デッキなら、おからめずに飛ぶがごとくが詰めるから対応もしやすい。計略の撃破判定もやりが少しでも当たっていれば良いから案外簡単。お相手の付けは 2.5 つだから踏まれないまま放置されたくないはず。家久がこの辺りで踏んでないってことは右上の端っこの方は安全エリアと呼んで、右端に前田圭を押し上げていくよ。流派発動。一の型辛抱できずに前に出たな。ヘッドだ。逃げるんじゃ。ヘッドだ。ヘッドだ。ヘッドだ。必ずや挽回します。月も俺を笑っておるわ。わしは前線に出る。敵が崩れたら一気に攻め立てるぞ。俺を超えてくるとは。流派発動。一の型。行くぞ松風。我が魂の進撃で屍と化せ。ゲットだ。ゲットだ。逃げるんじゃ。必ずや挽回します。ゲットだ。わしは前線に出る。敵が崩れたら一気に攻め立てるぞ。ゲットだ。ゲットだ。次へさせぬ。超えてくるとはな。戦機高一発は受けられそうだから守りで陣を張るよ。ただ時間的に2発目の高音も間に合うから早めに敵を倒すか、ゴンベの撃破ダメージを入れるかのどっちかはしたい。切れては他を狙うべし。
我が魂の進撃で屍と化せ。まだいけぬ。二の肩。次へさせぬ。肌感的にギリギリ時間内に落城できるかどうか。敵が崩れたら一気に攻め立てるぞ。俺を超えてくるとはな。狙うはあれぞ。俺は何故強いと思う。ちょうどゼロパウントで間に合った。今回は2試合あるよ。次はいい返事を期待しているよ。ここ兵を御せぬか。ここを笑っておるわ。逃げるんじゃ。これで先に撤退した前田と同じ復活時間になるんだから、特技復活二つ持ちは強いね。必ずや挽回します。わしら前線に出る。敵が崩れたら一気に攻め立てるぞ。人々よ、攻めを立て、牙を向き、攻めかかれ。逃げるんじゃ。必ずや挽回します。こやつめ。三の肩。わしら前線に出る。敵が崩れたら一気に攻め立てるぞ。流派発動。二の肩。
戦人よ、爪を立て、牙を向き、爪かかれ。月も俺を笑っておるわ。逃げるんじゃ。前期必ずや。クリボスライスケ。逃げるんじゃ。次はいい返事を期待しているよ。必ずや挽回します。首取る中、切り手は他を狙うべし。身の肩。わしら前線に出る。敵が崩れたら一気に攻め立てるぞ。戦人よ、爪を立て、牙を向き、爪かかれ。現状のパワースタは厳しいけど、相手の武力上昇が消える16カウントまで舞台を失わないように我慢する時間。おそらく棒一発とボンベ一撃顔はある。この舞台でも棒上一発が確実。戦これは俺の力。次はいい返事を期待しているよ。ここ虎は何故強いと思う。もともと強い。ご視聴ありがとうございました。